アカシックレコードっていうか、ビジョンがね、見えてる時があってですね、それは、かつての楢崎香月さんの時ですね、これまだあんまり話したことないんですけど、多分、僕、こう、ビジョン見る時って結構、やっぱ合ってること多いんですよ、そういう時って。それはね、このカタカムラっていうのは、楢崎香月さんが出したんですけど、知っていた人、もっといたんですよ。それが出口鬼三郎であって、岡本天明であって、楢崎香月さんであって、中村天風であって、南方熊楠であって、上島森平だったんですよ。知ってたんですよ。秘密結社、黒龍会とか、ヤタガラスにつながっていて、日本の中枢のもう、脳となる、脳っていうかね、ヤマトの根本の結社があって、そこの人たちはカタカナ図書法を見ていた。で、弘法大師空海とカタカムナというものと、その言霊というもののつながりにも分かっていた。それを、その当時の人たちが、それぞれのね、解釈に分けたんですよ。じゃあ、宗教的に解釈しよう。このなんか生物学的に解釈しよう。武道的にこう、じゃあ応用してみよう。鉄物理学的に、じゃあこれは解いてみようっていうふうに、それぞれが分野分けしてカタカムナを解いてた。で、それぞれの表現方法が出口鬼三郎のようになったり、岡本天明のようになったり、上島森平さんのような、技術、ね、武道的になったり、楢崎香月さんは鉄物理学としてのカテゴリーを受け持った。だから、このカタカムナっていうのは鉄物理学であるという表現をあそこに持ってったんだろうと。あえて宗教と分離して、カタカムナのその鉄物理学の側面としての発信をしてたんだというふうに僕は降りてきたんですよ。だから、なぜ鉄物理学だってかたくなに言うっていうのは、その分けてたからっていうふうに思うんですよね。どうですか、高田先生。や、そう思います。あの頃って世に今の答えが正解です。みんな分かってなかったら、できないことをやってくるわけですね。そう例えなんば、上島先生だったら、鉄砲の弾が発射0.8秒だか0.3秒前に軌道が見えて止めちゃうとかね、避けちゃうとか、まあ、いろんな不思議な体験するわけじゃないですか。そういうことも全部今、天文先生おっしゃったように分かってて、俺はこの分野極めるよ。私はこの分野だよ。私そはこういうふうにするっていう。とにかくね、宗教っていうと、皆さん、戦前の報告士官とかね、ワシントンがあって、みんなもう完全に毛嫌いしちゃってたり、GHQ が分けることしてたんですけど、本来我々持ってる大和民族の宗教観って、全部ひっくるめて真理なんですよね。全部ひっくるめて真理で、科学に使う、生活に使う、稲作に使う、武道に使うとかね。土木に使うとかいろいろできるんですけど、そこをね、分けちゃって、やっぱり時代背景もあったので、鉄物理学という表現じゃないと、いろいろ問題があったのかなっていうふうに私は捉えてます。で、宗教を担当したのが出口鬼三郎だったんはでい。すよ。大本教の大本っていうのは雨の皆かの主の意味で、つまり大本教っていうのはカタカムナって意味になってくるんですよね。なってきますね。そこまで分かってたと思いますよ。分かってます。だから楢崎香月さんは鉄物理学という分野を担当したセクションの人でも、カタカムナのおそらく責任者的な立場にいたんでしまた、テモセがあれですよね。山口獅童さんが出筆活動したのが亀岡というお話があった。そうです、つながってまますた、よ。亀岡ってまた、すごい土地ですね。明智光秀ですよ。ああ。は明智光秀っていうのは、明ってのは火と月ですよ。いはいはいはい。明智光秀は火月ですよ。はい。もうこれは弘法大師の末裔になりますよね。ですね。織田信長も親戚なんですよ。旗なんですよ、織田信長。旗ですか。あ、そうです旗ね。織旗ですのね。織に田んぼでしょ。織に田が旗なんですよ。旗のもう一派の明智光秀とか織田信長とか豊臣秀吉、徳川家康っていうのはもうこれ造花三線の並びで日光東照宮のね、ところにこう飾られてるわけなんで、みんな結託してるわけですよね。
そういうふうに歴史つながってるんですよね。上がりますね。明智光秀と山口指導、三浦梅園つながってるわけですよ。つまり出口の伊三郎もつながってるわけなんですよ。亀岡にそうですね。大本家を作って、はい。九上、九鬼、綾部の大本もですね、九上家の、出口直、つながってるんですよ、血族。まあ、因幣、阿波。つまり、カタカムナとみんな数珠つながりになっちゃってるんですよね。ああ、なるほど。地図のようにね、こうそうつでなす、全部つながってるんですよ、歴史の中で。カタカムナというものは、楢崎高家さんが出して始まったもんじゃなくて、日本にずっと連綿と受け継がれてるもので、みんなそれをやっぱりいろんな片鱗を継承していろんな形になってると、そういったもんですよね。いや、そうですね。ほら、武田先生の昔やってた地球ロマンの記事なんか読むと、やっぱ宮大工さんに伝わる、丸とちょんと四角とかね、丸に十字とかね、平藤二さんという、自衛同盟の山形準備室室長とか支部長になる人の家にも、丸とかちょんとか十字とか、そういう文字で書かれた何だかわからないものが、もうみんなやっぱり、今、天文先生おっしゃったように、みんな知ってるんですけど、知ってるんでこれす。話していいのかなってずっと思ってたと思うんですよね。で、その宮大工が作ってるお宮の屋根の上の千木ってあるじゃないですか。はい、次。これは瑞穂伝の中にもありますけど、この千木っていうところが千切りの千木、剣と鏡をこう組み合わせることで千木っていうのは、アークの居場所をその千木っていうのは指してるっていうね、祝詞の意味っていうのは。なんかどっかに書いてあったな、それあは。りましたね、ありました。つまり、そのアークの出現のさせ方っていうのが、ちぎりというのがもう分かっていて、カタカムナがどうやらそれに関係しているというのも分かってたんですよ。謎の文献じゃなくて。でも、カタカムナのちぎりを本当に開いてはなかったんですよ。です分ね。けちゃってたから。でもそれは時代がそうなるべくしてそうなっていて、今の時代に、すべてが組み合って、ガチャガチャガチャとはまって、神一輪の花が咲いたんですよね。すごい物語じゃないすですごいか。物語、すごい時代。カタカムナ言霊会に書いてあって、僕はそこすごい重要なとこだと思うんですけども、この時代によってカタカムナというのは様々な解釈がされていっていくんだけど、このマルチョンのチョンの誠の日が、カタカムナの言霊会によって、その声がね、あの声が誠の日なんですよ。あれが入ることによって、今まで解釈されてきて、丸だったカタカムナにチョンが入っていくことで、本当のカタカムナが完成するっていうんですよ。それがね、今、ナオコさん言ったように、カタカムナやってた人がずらーっと並んで、そこにみんなに誠のチョンが入って、カタカムナがわーってできたときに、ものすごいことになりますよね。ありえないですよね。で、それをね、予言してるんですよ、カタカムナ言霊会話。最初は混乱するんですよ。なんで？喧嘩になるのか？何が始まるのかって。でも川も、石もですね、川の上流の方はね、石同士が大きいし、凸凹して、ぶつかって隙間が多いんだけど、だんだん流れていくと、ぶつかってぶつかってぶつかって削れていくと、だんだん砂のようになって隙間がなくなっていくっていうね、こういう原理もありますんで、いやー楽しみですね、カタカムナ言霊界の予言が成就していくという。いや、何か動いてるんですよ、本当にこの天の計らいが。すごいですね、感じますね、なんかゾクゾクしますね。楽しんでいきたいですね。どうですか、高田さん。いや、渦です、天文先生。ああ、渦渦。ですね、まさに。ぐるぐる渦です。この渦の中心が誠の日なんだけど、この誠の日が今度フラクタルで、カタカムナという業界が誠の日になるんですよ。ここでカタカムナという業界が誠の日によってマルチョンになったら、それが今度中心になって宗教界に行くんですよ。
神道、仏教、キリスト教とかいろんな宗教界に派生していくと、さまざまな分野にこれが及んで波及していって、世界が変わってしまうっていうのは、たった一つのマニホージュの呼吸から始まってるんですよ。これもフラクタル。今のこの動きはマニホージュの呼吸の中の波状の一つにしか過ぎないっていうね。でも途中段階で。イメージつきますよね、世の中の変え方が。呼吸から変わっちゃうんですよ。はい、わかりますね。テロとかね、政治とかじゃなかったんですよ。自分の中の根本の呼吸を整えて、自分というものを円満にすることで、それが波及してって、一人二人三人になって、どん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 広がってって、世界に波及が広がっていくっていうのを、カタカムナが言霊会の中から教えてくれたっていう。これ、神一人の仕組みじゃないですか、これ。